第七代ウエストモーランド伯爵ジョン・フェインは、イギリスの軍人、政治家、貴族。1691年から1733年まで、ジョン・フェイン閣下の儀礼称号を、1733年から1736年まで、キャザーロー卿の儀礼称号を使用した。ウィリアム・ブラックストンの大検証及び、ご両輪検証初版の検事。ブラックストンは、 この著作をウエストモーランド伯爵に検定し、彼をマグナカルタで定められた自由を主張したものとした。第四代ウエストモーランド伯爵ビアフェイント・レイチェル、ベンスの産卵として生まれ、六百八十五年三月二十四日に洗礼を受けた。六百九十八年にイートン・カレッジで教育を受けた後、1七百三年六月二十一日にリンカーン放送員に、 入学、1704年3月10日に、ケンブリッジ大学、エマニュエルカレッジに入学した。1708年イギリス総選挙で、ハイス選挙区から出馬して当選するが、その背景には、兄、トマスの影響があるとされる。同年に志願兵として、スペイン継承戦争に参戦、アウデナールでの戦いとリール包囲戦で戦った。その後、マールバラから、 大倉卿の初代語ドルフィン伯爵宛ての手紙を持って帰国した。マールバラ公爵は手紙でジョン・フェインを称賛し、フェインをアン・ジョ王に紹介するよう頼んだという。1709年に再び大陸ヨーロッパに渡り、ウィリアム・カドガンの騎兵連隊に入隊して、マルプラ家の戦いに参戦した。議会では、 保育党員として振る舞い、1七百十年に二度再選されたが、1七百十年イギリス総選挙で敗北したトーリー党の候補が選挙申し立てをし、フェインの当選は七百十一年一月に取り消された。議員の座を失った後は軍務に専念して、フランドル、カナダ、スコットランド、アイルランドを転戦、1七百十年に中佐に、七百十五年に、 大佐に昇進した。1715年9月に弟マイルド名が死去すると広大な領地を相続した上、弟が議員を務めていた県都選挙区の補選にも当選した。議会では1716年に7年議会法に反対票を投じ、1719年の貴族法案にも反対票を投じた。1722年イギリス総選挙では初め、 再選を目指したが、投開票の前に出馬を取り消し、1727年3月に、バッキンガム選挙区の補欠選挙で当選して、再度議員に就任した。名優の初代コバム施策リチャード・テンプルが1733年に、消費税法案に反対した過度で、軍職から罷免されると、第一この駅馬隊隊長に除され、同年10月4日に、 アイルランド貴族のキャザーロー男爵に除された。1734年イギリス総選挙では、官職と引き換えに出馬せず、議席を初代同セット公爵の息子ミトルセックス伯爵に譲ったが、同年に政府の法案に反対した角で、首相ロバート・ウォルポールが介入、官職への任命は立ち消えとなった。それでも1735年に順序に昇進したが、 1736年6月4日に、兄、トマスの死に伴い、ウエストモーランド伯爵の爵位を継承した後、1737年に、貴族院で王太子フレデリック・ルイスの王室秘蔵学を同義した、結果、陸軍から締め出された。その後は、ウォルポールの政敵になり、1742年に、ウォルポールが失脚すると陸軍に復帰して中将に、 昇進したが、連隊長には再任されず、1743年以降は、ジャコバイト陰謀に関わるようになった。その後、1759年に、オックスフォード大学総長に、就任、1761年に、陸軍大将に昇進した。1762年8月26日に死去、子供がいなかったため、キャザーロー男爵は断絶、ウエストモーランド伯爵は、 遠跡のトマス・フェインが継承。ルディスペンサー男爵は保持者不在となったが翌年に、第二代純男爵、フランシス・ダッシュ・ウッドが継承した。1716年8月5日、メアリー・キャベンディッシュと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。兄、ビアー、トマス、弟マイルドメイよりも長生きしたため、多くの財産を継承しており、そこに、 キャザーロー男爵の領地が加わったという、ありがとうございます。